テストはですね、まあ、すごく順調に進んでいまして、まあ、今のところすごく手応えは感じているというところで、結果にはなかなか現れてませんけど、まあ、今日もオーバーテイクボタンを使ってない中でのタイムだったりとか、周りに対してアドバンテージはありそうなので、まあ、そのあたりをね、しっかりとまたテストの後確認もしながら解析しながら進めていければ、今年も、まあ、強い土台が作れるだろうと今のところ思ってますね。もちろんタイムとか順位に関してはまだ特には狙っているところもなくて、まあ、その自分たちとしてまず車、まあ、本当出来上がったばっかりなので、いろんな問題点を今洗いざらい全て出して、まあ、その次のテストに向けていろいろな改善を施していこうっていうのと、まあ、本当に基礎的なところからきっちり土台作りとして今行っている最中です。悪くはないなっていう感じで、去年ずっと低迷してたんですけど、後半良くなってきて、その流れをちょっとまだ維持できているかなっていう感じで、ただまだタイヤが今年ちょっと違うんで、そこにもう少し合わせられればなっていう感じで今終えました。It was nice. It was nice to drive again after, you know, three months. So it really felt nice. Also, you know, getting back into the rhythm of...You know, about to start a season. Last year I wasn't here until October, so I didn't have this testing. So, you know, it's nice to be back. I really feel like, you know, I'm here for the whole season now. So, it feels nice to be like that. But of course, I have quite a lot of work to do to catch up from what I've missed last year compared to the rest. So, slowly starting to get used to it. But of course, it was a great day.まあ、ちょっといろいろ変わった部分があってそこに合わせ込んでいる感じなんですけど、まあ、昨日の走り出し、あと去年のルーキーテストの時から、まあ、変わってやり出してるんですけど、まあ、どんどん良くはなってきてて、まあ、あともうちょっとかなっていうところまで来てるんですけど、まあ、ちょっと今日、まあ、今日2日目の午前の後ですけど、今ちょっとアタックできなかったんであれですけど、まあ、本当に良くなってる兆しもあるし、まあ、順調とは言わないですけど、まあ、でもかなりいい方向には来ていると思うので、開幕までにしっかり合わせ込めるように今やってるところですね。まあま、乗った感触としては、まあ、鈴鹿しかまだ乗ってないですけど、高速コーナーがとても走りやすいので、まあ、比較的タイムも出やすくて、まあ、今日までのテストでも、常に上位にいられている印象があるので、まあ、すごく手応えを感じていますね。まあ、どのタイヤのコンディションでも、まあ、周りと同じ状況の人と比べると上、まあ、同等かそれ以上で走れてるなって思ってるので、まあ、さらに、まあ、もう午後のセッションもあるので、まあ、そこは レースに向けた、テストをしていきたいと思ってますね、はい、そうですね。まずいろいろこの冬に準備したものをしっかりうまく、車として機能させれるように、やっていくことが、僕らはまず大事なのかなと思うんですけど、まあ、自分自身そのなんていうのリズムをつかむとか、まあ、そういうことは基本的にはいつも通りやれば大丈夫だと思うんで、まあ、自分らが用意してきたものがしっかり、なんていうのうまくマッチするかっていうのを楽しみにします。まあ、そうですね、いつも通りなんですけども、シーズンオフはフィジカルのトレーニングをしたりとか、あとは、まあ、チームと結構コミュニケーションも多く取っていて、まあ、体制が少し変わったので、そういったところでいろいろと、テストに向けていろんな準備をしてきました。チームのカラーリングもガラッと変わって、今まではすごいかっこいい感じだったんですけど、今年からすごい明るい色でなんか可愛らしいカラーリングになったので、まあ、心機一転気持ちも入れ替えて今年は頑張りたいなと思ってます。朝の走り始めの方が、まあ、調子の方は良さそうだなっていう感じではあったんですけど、まあ、そこから午後に向けて少しずつアジャストをして、まあ、午後のセッションでいうと、まあ、悪いとこもあればいいとこもあるという、まあ、まあ、午前中でもそういう感じではあったんですけど、まあ、ちゃんとまとめきることができれば予選に向けてのパフォーマンスというのも上げられそうだなという印象です。チームの体制をもう結構
強化してですね、新しく東条エンジニアも来てくれて、メカニックの体制も多少変わり、車の方で去年足りなかった部分はかなり、変更して、去年感じられなかったリアのグリップっていうのが、だいぶ出てくるようになってて、久しぶりにスーパーフォーミュラでアンダーステアに今車がなってきたので、ここからさらにレベルを上げていけるんじゃないかなと思ってます。結構手応えは感じていて、去年と何が変わったかというと、大きな違いないんですけど、結構チームの人頑張ってくれて、なんか車の反応が昨日と去年とは違うな、良い意味で、違うように感じていて、それが今のところ好調ですね。全然ダメですね。ちょっと原因がいまいち分かってなくて、こう思い切って走れる感じがまだなくて、それでも今日2日目はまだ6番手にはいるので、まだすごい悪いわけじゃないんですけど、やっぱり思い切っていけない部分があって、そこを解決できれば全然トップは狙える感触はあるんですけど、なかなかそこが解決できないですね。いろんなオンボードとかエンジニアとよく話したし、もうクアランティーナ出た時もちゃんと毎日トムスに1工場と2工場会いに行ってと、そこからプレパレーションどんどん続けた、気持ちは大丈夫ので、いろんなもう新しいシーズンだし、タイヤも少し変わったし、だからいろんなものを少し習うべき、でもとりあえずいいフィーリングです。ファンカンでもある程度走って、今も、最初のセッションは、終えましたけど、悪くないと思いますし、ちょっと最初の公式テストのこのテストがちょっと OTS 使えるセッションだったので、いまいちその周りが要は OTS 本来ではあれば OTS 使わないで予選だったりアタックするので、やっぱそのタイム差がちょっといまいちどこまでゲインしてるのかっていうのも、他のチームなんでデータ見れないですし、ちょっとその部分が疑問点ではあるんですけど、でも悪くはないんじゃないかなと思います。午前中のセッションはトップタイムだったので、最近ちょっと10番以降のタイムばっかりでちょっと苦しい、テストの中でも苦しい感じだったんですけど、今回に向けていろいろ体制も含めてセットアップも含めて見つめ直して今回持ち込んでて、この時期のタイムなんであまり参考にはならないですけど、ちょっと兆しが見えたのかなという意味ではすごくポジティブな、感触を得られています。そうですね、去年からちょっと違った新たな取り組みを試みていて、ちょっと鈴鹿が今まであまりうまくいかなかったことがあったりしたので、いろいろ大きく違った調整を加えて今レーステストを臨んでいて、それがいい部分と悪い部分とやっぱり出てきてて、まだだいぶ荒削りなところはあるんですけど、でもちょっと兆しが見えてるなっていう感じはあるので、この後の午後だったり明日はすごく楽しみだなと思ってます。そうですね、いろんなテストをしてて、何が何だかその、みんなのタイヤの状況とかいろいろあると思うんで一概にも言えないんですけど、確実に去年より進歩してるんで、すごいいいテストができてますね。まだちょっと答えができてない部分もあるんで、もう一回富士でテストあるんで、午後も今日ありますし、そういうところで詰めれればと思います。やはりもう最初に乗った時は今までに感じたことのない G を感じて、もう目もついていかないような感じだったんですけども、この2回目のテストではそれはだいぶ軽減されてきて、テストメニューが進められて、チームメートの三宅選手とも違うメニューで進めていく中で、本当にいいデータが取れたので1日目としては、順調な蹴り出しだったかなと思います。やはり僕シェイクダウンで新車なので、やっぱりトラブルとかも出ちゃうんですけど、やっぱりチームの皆さん去年もメンテナンスされてるチームなので、やっぱり迅速に対応してくれて、最後にはこうトラブルもなくちゃんと走れてデータも取れたので良かったなと思います。去年よりは良くなってるんですけど、ただトップからはまだ遅れてるので、それがどこにあるのか。ただ今はようやく車の感度がセット変更して感度が出てきてくれたので、これからですけど、やれることをなんか新たに見つかりそうなので、そういう意味では前進したかなと思います。テストの感触は
まあ、正直あまり調子は良くないんですけど、ただ今回こう何をするっていうのを明確に、考えてきてやってるので、そういった意味ではいいテストをやれてるんじゃないかなと思ってます。